ャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。皆様、世界でチャレンチャレンしてますでしょうか。本日はですね、仲介サービスの罠というようなところでお話の方をさせていただきたいと思います。私のこちらの番組ではですね、主に YouTube で配信させていただいておりまして、 YouTube の方ではですね、 iPhone アプリの作り方や、それからラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、それから最近ハマってます仮想通貨のマイニングですね、結構IT 系のちょっと専門的なお話させていただいているところはありますが、まあ、そういったお話が好みというようなところでしたら、 YouTube の説明欄ですね、そこに番組リストの URL が貼ってありますので、そちらから見ていただけると幸いです。ではこちらの番組ではですね、サムネイル緑の番組なんですが、主に iPhone アプリを世界で売るための戦略に関するマーケティングの話なんですけど、まあ、そういったビジネスをね、ウェブサービスのビジネスをやるにあたってはですね、まあ、何かと、まあ、他のサービスをちょっと利用させていただくっていうようなところがあったりもする手前、いろいろまあ、何か の仲介サービスとか、そういったものもこう利用する場面とか、そういったところもちょっとあるかもしれないので、まあ、その辺のね、仕組み、ビジネスの仕組みみたいな、そういうようなところのお話の方をさせていただきたいと思います。まあ、皆さん、何もね、ビジネスをこうウェブビジネスをやるっていう、まあ、起業家精神の方以外の方でもね、今回トリビア的に、まあ、一般的にこう PC やスマホでなんかサービスを利用するような、そういうような、時にでもですね、まあ、この考え方っていうのは一つ持ってて損はないのかなというようなところでお話の方させていただきたいと思います。で、まあ、ズバリなんですけど、本家のサービスを仲介する、まあ、何か、まあ、そういったこうビジネスですよね。そういったビジネスの類のものは、途中で利益を吸い取るような、仕組みになってるんですね。まあ、何かと、途中でこう、まあ、搾取するような、そういうようなものが結構多いというようなところがあります。で、まあ、いわゆる本家と、ユーザーの、末端ユーザーのこう橋渡しみたいなところ、まあ、そういったところでもあるんですけど、ただもちろんなんですけど、こういったビジネスはですね、全てが悪というわけではなく、もちろん真っ当に仲介業者として成り立っているというようなところもあります。まあまあ、いい例で申し上げますと、例えば農家から、まあ、野菜がねこう取れて、まあ、それが一時的に仲介業者、まあ、スーパーを含む仲介業者にこう渡って、その野菜が最終的に消費者に届くわけなんですけど、まあ、もちろんスーパーなどの仲介業者は野菜を一括でこう大量注文するので、まあ、値段をその分こう安く、抑えて、で最終的にこう消費者にはこう値段をこう高くして売るっていうようなところなんですけど、まあ、この構造上もですね、一見なんか搾取されてるような、そんなような感じにこう我々消費者側にとってはそう見えてしまうところもあるんですが、まあ、ただですね、その差額には差額なりの、まあ、仲介サービスとしてのまあ、仕事量というようなものがありますんで、それはですね、やはり農家が、まあ、一人一人個人に対してこう売るっていうのは、まあ、結構しんどい作業でもあったりしますよね。まあ、また最終的な末端のユーザーっていうのは定期的に、その野菜が欲しいっていうわけではなく、まあ、家庭の事情とかでね、たまたまその時にこう必要だったからこう買うみたいな、そういうようなところもあったりします。まあ、そういうようなところに比べて、まあ、仲介業者、スーパーを含む仲介業者はですね、一定量を定期的にこう買うというような、そういうような約定のもと、ビジネスを行っていたりするようなところがあるんで、まあ、その分ですね、値段が安く、こう仕入れられることができるわけなんですけど、ただ末端の消費者にはね、まあ、それに対して高く売るっていう、まあ、大量購入した分の、まあ、その分リスクを背負ってるわけですんでね、まあ、そういったところもあって、その差額が仲介業者のこう利益になるっていうようなところではあるんですけどね。で、まあ、こういった野菜を一つこう例にとると、まあ、そういったスーパーという仲介業者はまあ、それ相応の仕事をしているというようなところで、やはり流通ということを考えると、この、まあ、日本市場のみならず、まあ、世界でも言えるところですけど、まあ、そういった野菜をこう広く消費者に流通させるためには、まあ、非常にこう重要な機能をしているというようなところでもあります。はい、
ただですね、これがですねウェブサービスになってくるとですね、結構怪しいものが多いんですね。構造上はこのような野菜が消費者までこう伝わるような、そういうようなものでもあるんですけどね、はい。まあ、なんでこういうようなことを、まあ、お話しするのかというとですね、まあ、最近私は仮想通貨のマイニングに、ちょっとハマってたりするようなところがあり、まあ、こちらも YouTube の、方でもう配信させていただいておりますが、その中 のモネロっていうようなコインを今の、マイニングしてるわけなんですね。でちょうど昨日ですね CUI のマイニングに成功しましてね、まあ、これまではマイナーゲートとかの GUI のマイニングでいろいろやってたんですけど、まあ、CUI の方が効率いいかなみたいなところで、でまあいろいろハッシュレートとかこう調べたりしてるようなところがあるんですけど、まあただですねいろいろ調べていくとですね、まあ、どうやらですね、まあなんかね、まあマイナーゲートが悪いってわけではないんですけど、まあなんかちょっと途中で抜き取られるような構造がありそうかなというような感じなんですよね。仮想通貨はですね、まあまあ大半こういうのが結構多かったりしますかね。はい。で、まあ、実際本家のモデルの、公式サイトから、まあ、直接 CUI マイニングを、したりすると、まあ、結構高いレートのハッシュレートとかで、稼げそうなところも発覚したりしてるようなところがありましてね、まあ、なんかどっかで CPU の性能が制限されてるような、まあ、そんな気がしてならないなというようなところがありましてね、まあこのマイニングのみならずですね、例えばクラウドマイニングとかそういったのもそうなんですけど、まあまあ、お金を集めてで出資型ですよね。でそれに対して数倍とか数十倍でリターンでお返ししますよみたいなことを売り文句にして、それで、まあ、お金をこう集めてたりするような、まあ、そういうような仲介サービスとか結構あったりしますよね。で、一説にはですね、まあ、こういった出資型の、仮想通貨ビジネスとかはですね、まあ、とにかくこう詐欺が多いっていうようなところで9割近くが、まあ、詐欺してるんじゃないかなみたいな、そういうような、ところもあったりしますよね。なので、やはりですね、まあ、できたら本家のサービスから直接こうできるんであれば、我々消費者にとっては、まあ、それに越したことはないんですよね。はい。まあ、野菜を流通させるっていう視点で考えると、まあ、やはり仲介業者のスーパーとかそういったものがこう大切というような考え方、まあ、これはしかりなんですけど、消費者側からだけの視点から考えるとですね、末端ユーザーからだけの視点で考えると、やはり直接その本家のサービスをこう利用しに行った方が、途中にね余計なサービスとか返さない方が、それだけやはり仮想通貨の、例を一つ、申し上げますと、途中でこう搾取されるリスクは、まあ、なくなるというような、そういうような、ことになりますね。なので末端ユーザーで考えるなら、いろいろね、まあ、手間はものすごいかかると思います。CUI のマイニングを始めるにあたって、そのインストールの方法とか結構複雑で、 Linux のコマンドとか使いこなせないと、なかなか、そのサービス使うっていうようなところができないんで、特殊な知識が必要だったりだとか、あとは、まあ、特殊な、コマンドとかも覚えないといけないところもありますんでね、はい。まあ、そういったところからですね、まあ、一つこう、まあ、どういうふうな場面で、まあ、どのサービスを使うかっていうようなところは、まあ、よく考えないといけないところでもありますけどね。ただマイニングっていうようなものに関してはですね、一回成功してしまったら、あとはパソコン上でずっとそのスクリプト実行しっぱなしでほっといたらいいっていうようなところなんで、まあ、最初のねハードルは結構大変かもしれないですけど、そこを乗り越えたらですね、直販で結構サービス利用しちゃった方が結構お得だったりするんじゃないかなみたいな感じで、今最近、まあ、そのようにこう考えたりしてるようなところがあるんですが、まあ、とにかくですね、先ほども言いました仲介業者の良し悪しをこう見極めるにはなんですけど、まず仲介業者が、まあ、どれぐらいの労力を、こうやって、でその、まあ、抜き取るお金の相当の仕事をしているかどうかっていうようなところを、よくこうビジネスの構造上、見極めるっていうようなところが結構大事だったりしますね。あと、これをこう見極めるにあたってはなんですけど、やはり複数他のサービスとかもいろいろ利用してみるっていうような
ところですよね。一本だけで最初から一本で決めてそれだけでやるっていうんではなくて、あれこれこう試すっていうようなところ、まあ、それによってあの相場感をこう勉強することができたりしますんでね、まあ、私もですねマイナーゲートっていう一本があったから、それに対して比べて CUI マイニングの、モネルからの直接のサービスでマイニングする方法だったら、まあ、どういう風な感じになるのかなっていう肌感覚がこう分かったっていうようなところもあるんで、なのでやはりですね、複数ですよね、複数試してみて、その差をこう感じ取るっていうようなところ、まあ、こういったところが、まあ、仲介業者とか、まあ、そのサービスの良し悪しをこう、まあ、あの判断する、まあ、材料になるのかなっていうようなところですね、はい。まあ、なので、今回まあ一つ、まあ、このようなやり方もちょっと参考にしていただければと思い、本日お話の方させていただきました。では本日は以上になります。最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。